はいどうも、皆さんこんばんは、モッティーでーす。今日もやっていきましょう、モッティーのマインクラフト実況プレイ、よろしくお願いしまーす。ということで、今日は珍しい画面からスタートですね。ちょっと皆さんにこちらの方を見ていただきたいと思います。モッティーのマインクラフトの実績がどんな感じになってるか、みたいな感じですね。はい。ですね、まだまだね、実績半分ぐらいしか埋まってないんですけどもね、ケーキまだ作ってなかったり、ダイヤモンドゾンビに投げてなかったり、魚焼いてなかったり、ポーション作ってなかったり、ジ・エンドを見つける、まあ、当分先だろうな、これもな。ノッチリンゴは食べられないです。もったいないんで。50メートル先にスケルトンなんかいないです。そして、豚から飛び降りるよね。まあ、そんなこといろいろあるわけなんですけども。の中で、これ。世界のトロッコから、トロッコに乗って出発地点から1キロ移動するという、まあ、実績があるわけですね。結構有名な実績なんですけど、実はですね、この実績を実は持っていいですね。昔から考えておりまして、この国道1号線にレールをずらーっと作って、砂漠の村があるじゃないですか。あそこまで引いたら大体1キロぐらいになるんじゃねえかなってちょっと思ってるんですよ。もしかしたらもったいないかもしれないんですけど。なので、実はですね、この国道1号線を拡張していこうと。で、なんかいずれここにこう、駅みたいな、駅舎みたいの作って、こっから出発進行みたいな感じで駅で繋がるみたいなことをやりたいなと思ってるんですね。で、まあなかなかその作業が進まない最たる例としては、この道を舗装しなきゃいけないんですよ。で、それがね、なかなか大変で、まあ、見てください。整地はほぼほぼ終わってるんですけども結構シンプルに上手くなってるでしょ。そっから先がね、結構なかなかめんどくさいんで、ちょっと今日はですね、ちょっと作業会的な感じで、よいしょ、道をざっくり作っていこうかなというふうに思います。まあ、あとはちょっとやり残したこと、ちょいちょい小ネタなんかをね、挟んでいくような今日は動画になっていくかなというふうに思います。よろしくお願いします。今日からな、君はな、繋がれる運命になるんだ。こう。できた。リード、あ、2個できるんだ。リード、初めてのリードですね。これは何かと言いますと、ソイヤソイソイヤ来た。リードを繋ぐことによってですね、こうやってお散歩みたいなことができる。おー、いいですね。お散歩、嬉しい。めっちゃ見てる羊が、何やってんだこいつみたいな感じで見ていた。まあ、こんな感じでね、引っ張っていくことができますよと。なんだったら、よいしょ。そこら辺にいる羊捕まえてきて、羊と一緒にね、お散歩することだってできるわけですよ。そいやそいやで、引っ張っていくと、お散歩、あの羊は、なやこいつみたいな。なんで俺馬と一緒に歩かされてんみたいな。そんな顔してましたけどね。まあこういう使い方ができるということらしいですね。で、これは？あ、待って、話すことができるんですね。よかったよかった。フェンスがあって、このフェンスを、ちょん、ちょんみたいな感じにしておいて、で、リードをこうやって繋いでおくと、あ！できましたね。できましたね。こんな感じで、ブチョコをね、この場に居座らせることができると。どうか、ブチョコ。気分はどうだね。繋がれた気分は。うん。あ、まあ、それなりか。まあ、やっぱり寡黙な男なんですね。よし。じゃあ、それでは、ね、お待たせしました。一気に道の舗装をやっていきたいと思いまーす。レッツゴー！ 5 列だよね。確かね。ポッパー。にゃ。はい。で、はい。にゃー。ふん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 。結構こういうの作るだけでもだいぶ一苦労ですよね。いやーさ、こっからがとー、すごい一直線だね。いきますよ。いくぜ。せーの。久々にあれをやっちゃうぜ。せーの。ロバ！おー、ついた。反対側行きまーす。よーし。さあ、三つ目行くぞ、三列目行くぞ。せーの。おーし。さあ、4列目。せーの。
よーし。さあ、ラスト1列。お、夕日に向かって、うーらうら、うらうら、うら、うらうら、うらうら、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 よーし、いけた。寝まーす。ロバもあぜん。で、ここちょっと、あれですね、2段になっちゃうとあれなんで、ここだけちょっと1段、ちゃんと削っておきましょうか。よーし、よし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 。さあ、ここに置いていくわけだな、石畳。行くぜ。やばい。トゥ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 ン、トゥ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 ン、トゥ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 ン、トゥ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 ン。なんかすげえ、稽古された。トゥトゥトゥン。うそー。よし、3列目行きまーす。意外と重労働だった。よいしょー。はい。オッケーでーす。一部を除いては。まあ、いい感じに道出来上がったんじゃないでしょうか。うわ、こうやって見ると長いねー。なんか土も大量にゲットしちゃったんですけど。よいしょ。そうですね。でもね、まだまだね、序の口ですよ。なぜかって、まだこれだけ続いてますからね。ひーん？何やつ？どこだ？何やつ？わお。あ、めっちゃ空洞広がってる。え、広。わお。おらー、バシューン。気の毒だったな、ゾンビも。なんだこの空洞は。お、ちょっと広そう。あ、なんかちょっと若干広そう。若干広そうだけど、やっぱロバたちの治安維持のためには、ちょっとこういうところもしっかり湧き潰しをしておかないと、変にゾンビの声とかが聞こえたらあんまりね、味気なくなっちゃうもんね。雲の声がしますね。はい。ちょっと深いところまで行ってみましょうか、せっかくなんで。あ、鉄がありましたね。はーい。わお。あ、なんかやっぱなかなかあれですね。やり合ってる。やり合ってるな。誤爆はよろしくないね。うわぁ、まだ全然下もある。お、スケさんに見つかった。どうしようかなぁ。ちょっと行くか？行くだけ行ってみるか？適当に。フラット。待って。脳天にぶっ刺さってんだけど。脳天やられちゃってんよ。もうダメだ。俺は、もう死ぬしかない、これは。よいしょ。オッケー。56個ね。56個分。56個分の松明をつけたら帰りましょう。はい。よいしょ。うわ、深っ。うわ、すげえ、ラピスラズリある。え、自然発生的にラピスラズリが、ラピスラズリ、ラズリが普通に置いてあるだと。なんだと。うわ、深っ。え、マジで深い。やばい。あー、終わっちゃった。いいや。やっちゃう。いっちゃういっちゃう。で、そしてラピスラズリがほとんど手元にないっていう。うわー、またラピスラズリ出た。すげえ。めっちゃラピスラズリゲット。やったー。鉄は後で適当に回収して帰りまーす。帰り道に。よいしょ。コモリちゃんチース。なんだ発見。嘘。金鉱石もあったけど、溶岩まで繋がる感じ？マジで？そこまで行っちゃう感じ？わお。わお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 。マジかよ。マジかよ。ちょっと金はもらっときましょうか。金はあんまり出ないですからね。へえ、すごいな。まあ、一応一本道。いや、広いよ！マジで？怖いよ、それなりに。これダイヤあるんじゃね？久々のブランチマイニング以外のダイヤあるぞ。いや、ある。これはある。これは俺見つかる気がする。うわ、金鉱石いっぱい！いいね、いいね、いいね、いいね。なんか、あれだね。よし。しっかりね、金鉱石ゲットしていく。ゲットしていく。あ、持てない。持てない。持てない。金鉱石持てない。ほい。ほいほい。ここ。裏で採掘しに行きま、夜どこだ？お？ここはどこだ？は？あ、違う。俺が思ってた場所と違うけど。ああ、でもなんかこの辺にも穴あるんだ。へえ。
へへへへへへへ。ああ、じゃあ結構広い空洞になってるんですね、この下ね。向こう側にもだってなんか、入り口みたいなのあるよね。怖っ。マジか。いや、巨大。ちょっとこの辺は、裏でゆっくり作業しながら鉄鉱石を集めるには持ってこいかもしれないですね。よし、じゃあちょっと適当にとりあえず、ちょっとここに使う予定じゃなかったんですけど、松明立てて、じゃあまた地上に戻りましょうか。はい。ほい。こんな掘ってもなーって感じではあるけどね。ちょっととりあえず行けるところまで行きましょうか。4、5、6で。で、石レンガのハーフの、レンガの方は足りないんだけど、石ハーフの方は全然足りてるんだ。なるほど。なるほどね。1000ブロックぐらい置いてると思うんだよな。どうだろうな。よいしょ。ただいま。よし、部長子。部長子？何をしているんだ？空中浮遊術でも覚えたのか、俺が。おお、あ、降りた。びっくりだぜ。そんな技も使えるようになっていたのか、俺が適当にそこら辺ほっつき歩いてるうちに。よいしょ。じゃ、ちょっとですね、部長を移動させます。ちょっとこの辺、ちょっと遠いので、作業にはあんまり向かないので。よし。行くぜ、部長。ちょっとこの要は手持ちが全部なくなったら、今日の道の放送は終わりにしようかな。意外とね、動画時間そんなに長くないと思うんですけど、この今のところ。多分再生時間まだ10分いってるかいってないかぐらいでしょう、多分。道作ってると。道作ってるやつは。結構ね、結構かかってる。意外とかかってる。トン。トン。あー。ララ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 。うら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 。うら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 。よいしょ。うら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 。そう、ライジンステップ。ライジンステップ大きい。ライジンステップ試練が大きい。あ、なくなった。あー、ハーフブロック終わった。石レンガの方は終わったから、ここまでしか行けないですかね。で、夕日がちょっと陰ってきたので、ちょっと早めに置きましょう、石の方も。匠が出ることだけが、僕は一番怖い。あー、なくなった。あ、石の方も終了。ちょっと中途半端な感じになっちゃったんですけど、いや、あれだけ素材持ってきて、まだまだ全然足りないんだ。うわ、すごいな。道作るのってこんなに大変だったんですね。よーし。じゃあまあでもいいや。とりあえず、最低限今日やりたいことはできたかなっていう感じですかね。よいしょ。じゃあせっかくなんで、ちょっと今日作った道を走ってみたいと思います。はい。じゃあ行きますよ。これぐらい道ができました。レッツゴー！馬に走ってるか、馬に乗ってるからそれなりにさ、早いですけど、これ人が走ったら結構時間かかりますよね。ましてやトロッコとかずっと引いていくの、相当大変な気がする。あーでもこんなもんなんだ。ちなみにね、これ全部作るのに洞窟探索とか入ってるんですけど、まあ大体25分か30分ぐらいかかってますね。意外とそれなりにかかってるんだよな。なるほどね。まあ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 、もっともっと素材をね、いっぱい作ってやっていくだけですね。よし、オッケー。ピッカチュ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 ピッカピッカピッカチュピッカチュピッカピッカピッカチュピッカチュピッカ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